本当にこのような素晴らしいセレモニーを準備してくれたスタッフの皆さん、今年は過密日程の中で時間も限られていたと思いますが、本当にありがとうございます。また寒い中残ってくれている選手のみんな、スタッフの皆さん、ファン、サポーターの皆さん、ありがとうございます。今シーズンをもって引退することを決めました。自分の中で数年前からもう無理なんじゃないか、限界なんじゃないかと思う時もありましたが、いや、まだやれる、俺は絶対もっとやれるはずだと何度も自分に言い聞かせながら続けていました。しかし、うまく気持ちの部分とプレーをコントロールできなくなり、このような決断をすることにしました。悔しい気持ちもありますが、よくここまでやれたなと、やらせてもらえたありがたさというのを最近になって少しずつ思えるようになり、今はすっきりした気持ちに慣れてきました。自分は本当にたくさんの人に恵まれています。サッカーを始めてお世話になったチーム、中井サッカー少年団、市営中学校、東福岡高校、アルゼンチンのリーベル、そこでの経験、そこで出会った人たちのおかげでサッカー選手になることができました。ありがとうございます。それからプロになり、お世話になったチーム、ギラバンツの前身ニューウェーブ北九州、FC 岐阜、柏レイソル、横浜 FC、松本山雅、ギラバンツ北九州、そこで出会い、自分に関わってくれたすべての人たちの支えのおかげで、たくさんの経験ができ、学ばせてもらい、人として選手として大きく成長できたと思います。ありがとうございます。またいい時も悪い時も共に戦い、励まし続けてくれたファン、サポーターの皆さん、皆さんの声援が自分の大きな力となり、何度も這い上がらせてもらえたので、ここまでプレーすることができました。
ありがとうございます。そしていつも近くにいてくれる家族のみんな、人を思いやることの大切さを教えてくれた父さん、どんな時も僕の意見を尊重してくれ、支えてくれた母さん、我慢ばかりをさせてつらかっただろうけど、応援を続けてくれた姉ちゃん、結婚してすぐに温かく迎え入れてくれ、サポートしてくれ、僕に新しい居場所を作ってくれた妻の家族たち、パパのことを癒してくれ、いつも元気を与えてくれる息子の孝太郎、娘の幸、最高の笑顔で一番近くで見守り続けてくれた妻の京子、みんなの存在が本当に自分には大きくて心の支えになってくれていました。ありがとう。最後に僕はギラバンツが大好きです。ここで引退できることは本当に幸せですし、誇りに思っています。そうやって思えるのは自分が地元の出身選手だとか、在籍年数が長いとか、それだけではありません。このクラブにこれまで関わってくれた仲間たちがいます。その仲間たちがいろいろな思いを持って戦ってくれた姿を僕は見てきました。そしてたくさんのことを残していってくれました。それを僕はすごく感じているので、このチームが大好きです。これからもっと大きなクラブに、たくさんの人に愛されるクラブになっていくよう願っています。これから僕は次のステージに向かっていく中で、今までやってきたように自分の決断を大事に、自信を持って前向きにチャレンジを続けて頑張っていきたいと思います。サッカーを通して出会えたたくさんの人たちに
心から感謝しています。素晴らしいサッカー人生でした。長い間本当にありがとうございました。ご来場の皆様、池本選手のこれまでの健闘をたたえ、改めて大きな拍手をお願いします。